衛星を実際に活用されている方の声を直接聞き、正式小衛星ひまわり9号を搭載した H2A ロケット31号機は平成28年11月2日午後3時20分00秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました。打ち上げ以降、ロケットの管制は吉野部発射管制塔から竹崎総合司令塔に引き継がれています。